学術系コンサルティングのセカンダリーおさないでございます。今回は保育士試験対策講座オンライン過去問アレンジ問題ということで1問出題させていただきます。セカンダリーでは心理職のスムーズな多職種連携のため、共同、つまり共に働く職種の知識も心理職には必要であると考えています。 心理職の方は広い意味での自己検査に位置づけていただけますと幸いです。もちろん保育士試験受験者の皆様は受験対策にお役立てください。ということで早速問題です。 保育所保育指針では第一章総則に保育の計画及び評価の項目が設けられ、そこに全体的な計画の作成について努力義務が記載されている丸かばつかの2択でございます。 セカンダリーではこのように保育士試験を受験される方を応援しています。この保育士試験対策講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧は本動画の説明欄概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。ということでいかがでしょうか、えー、正解申し上げてしまいます。こちら問題、えー、正解はですね、×でございます。無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、そうですね。